94年が私の一番好きなバンドが解散した年で、その曲を歌ってるストリートミュージシャンがいた。 X ネって一枚一枚進化するじゃん。わかる、全部全然違うし毎回期待を超えてくるよね。それは運命のような。運命のような。なんで引っ越してきたの？まあいろいろあって。私は好きだよ、純の音楽。俺さ、やっぱ学校辞めることにしたもん。10年後どころか5年後も想像できない。音楽どころか生きてるだけで精一杯。これからどうするの？音楽やっててもやってなくても純は純だから。ゆきそこにおる。